最近はめっきり天気も悪く釣りに行けてなかったので、今度の連休もし晴れたら思いっきり釣りをしようと準備だけはしていました。釣りに行けず鬱憤も溜まっているので、今回は24時間耐久フィッシングをしたいと思います。候補地は小鹿、雄勝、南三陸、気仙沼、網代島、田代島です。この中からくじ引きアプリで出た場所に向かいます。大変さが増し増しなので島は避けたいのですが、まあですよね。ということで今回はこの網代島にてまるっと一日釣り三昧したいと思います。さあやってまいりました、網代島です。まあ、このルーレットで決まったこの島でですね、今が午後の2時なんですけど、帰りの便が一応明日の2時50分ということで、まあ、約25時間まるまる1日ですね、これから耐久フィッシングをやっていきたいと思います。まあ、ちょっと、観光では来たことあるんですけど、釣りでは初めての場所なので、まあどういった場所でどういった魚が釣れるかまだ全然分かってない状態なんですが、まあ時間はたっぷりあるんでね、ゆっくりいろいろ回っていろんな釣りをしてみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。重いんだよなこいつ、行くぞ。ほら、さあ今回ですね、石巻港を出港して今網代島の二渡し港っていうところに行きました。で船の旅だいたい1時間ぐらいあったんですけど、まあその時にですね、せっかく網代島に来たので網代島でしたい10のことっていうのを考えてきました。で、その中からね、このルーレットを使って、まあ、3つ4つ選んで、今回の24時間耐久フィッシングのミッションっていう形にしたいと思います。で、一応これまあ編集でどうにでも好きなようにできるっていうのがあるんですけど、まあね、ちゃんとガチでやってるよっていうのをやるために、このパソコンの画面のキャプチャーと、まあそこからカメラで撮ったのを同時に流していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい。べっこうぞよつら。さあ、もうあと2つぐらい。磯で釣る。はい。さあ、ラスト。100匹釣る。まあ、とりあえずこれをね、まあ今日のミッションとして3つ。べっこうぞよつる。100匹釣る。あとなんだっけ、すみません、見返しました。べっこう沿いを釣る、磯で釣る、100匹釣る。まあ今回はこの3つをねミッションとして掲げてやっていきたいと思います。ミッションも決まったところでどうしようかなっていう感じなんですが、まあ一応今日は夜は多分この二渡し港っていうところで夜通し朝まで釣りをすると思うんですが、ミッションでね磯で釣るっていうのが出たんで、ちょっとあんまり体力は使いたくはないんですが、とりあえずまだ元気なうちにね、今から磯に向かってみたいと思います。こちらが今回の旅を共にする相棒です。茶色いのでモナカと命名しました。一人だと泊めてくれる宿が少なくて荷物を置いておけないので、キャリーワゴンが大活躍します。ですが思った以上に道が狭く急勾配なため、空き地に残し体一つで行くことにします。バイバイモナカ、あとは一人で行ってくるよ。海の音がしてきた。いやモナカには悪いけど、モナカがいないと足取りが軽いよ。おお、いやかっこいい、三陸って感じ。よし頑張ろう。今向かってるのがこのドワメキ崎灯台っていうとこ、ついに砂利道になっちゃったっすね。うわ着いた、これだこれ、見たことある、すごい綺麗、めちゃくちゃ迫力あるな、すごい。奥さんにもねこういう景色見せてあげたいんですけど、うちの奥さんと釣り行こうとすると
必ずめちゃくちゃ天気悪いんですよ。もはや島なんて来れない感じいつか来たいなと思いますね。でもよし降りよう。うわこんわ足場高っでも時間がないな。そんなに選んでられない。早く探さなきゃ。よいしょよいしょ。あ、なんだかんだで準備してたらもう3時半ですね。もう時間もないんでさっさとやっていきましょう。まずはミノーからですね、投げていきます。もうね、今日9月の最後の日ね、明日からもう10月っていう感じなんで、結構日が落ちるのも早くなってきたんですよね。だからまあ入れて5時半ぐらいまでかなっていう感じなんで、これ2時間ですね。その間になんとか1本出さないと。いや、当たんないっすね。かれこれ30分かな、ちょうど30分、いろいろルアー変えながらやってみたんですけど、なんか1回バイトっぽいのあったけど、それ以降なんもないっすね。ですね、もうちょっと30分ぐらいやってダメだったらちょっとワームに変えて、ちょっとロックフィッシュ狙いに変えようかな。いやー、もうこれ磯丸全然いてもおかしくない感じなんですけどね。すごい雰囲気はいいけど出ないねー。お、思いっきりガンってひったくるようなバイトが欲しいなー。どうしよう、シグ投げてみるか。よいしょ。今度ジグに変えてやってみます。いやー、ショコちゃんでもいいから一匹出てくれ。マジ明日の朝来るのはしんどいぞきた。よし、ボトムだな。なんだろう、まあそうだよね、寝魚。うわ、フグだ味島、一匹目はフグなんてこった。よいしょ、来た。今度はフグじゃないでしょ。え、雑？うわ、怖っ。だっかい。危ない危な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 い。2匹は雑でした。うわぁ。あ、臭い、怖い。ぬるぬる。この歯がやばいんですけど。見えないかな。さあさあ、今度は口だったし。まあ、ミッション、磯で釣る、達成ということで、いいかな。よし。危ない危ない。今使ってんの、これですね。ホルテンの 30g。こういうトレブルフックついてるやつだと、まあ、かかんなくてもいいけど、ああいう魚もちゃんとかかってくれるから。ちょっとね、根がかり怖いですけど、なんとしても一本欲しいときはやっぱり、頼りになりますね。リアのトレブルフックは。よいしょ。あった、来た。なんだ？バレた。すごい。連続バイト。来た。今度はまた違うな。あ、バレた。あー、いい引きだったな。マジか。結構この手前のボトムの方ですね、そこまで落として
すぐ結構いい当たりゴーンと持ってたんですけど、まあ、ちょっと乗ったんですけどね、バラしちゃいました。まあ、僕結構癖でどうしてもこうパンって合わせるっていうよりかこうグーってスイープに乗せる合わせしちゃうんで、結構ねこう口硬い魚とかだと多分あんまり刺さんないんでしょうね。あ、ちょっと課題ですね。次当たったら思いっきりガーンやってみたいと思います。よし、ちょっと時間もないんで一回ワームを入れてみます。すぐいたらまたすぐ戻します。よいしょ、ね、今度はワームに変えてちょっとやってみます。ね、もうフグにかじられる未来しか見えないんで、ルアーはなんかワゴンセールで買った安いリブの入ったシャットテールワームです。メーカーとかはよくわかんないです。あー、やっぱテールが食われてますね、フグに。まあいっか、テールなくても。わ、やべ、魚かかってたラッキー、バックラッシュ直してたらかかってましたね。なんかこれは寝魚っすね、多分。よしなんか前にもこんなことあった気がすんな。こっちかなんか釣れてたやつ、そいですね。え、何沿いなんだろう、ちょっとそういうのあんま分かんないんですけど僕。でもこれはミッションの別校ではないですね。そうですね、放置で。ルアーはこれ。フグにテールをかじられた安いシャットテールワーム。ね、ボトムに放置のまんまバックラッシュ直してたら、釣れてました。それ、うん。勝手にかかってくれてました。よし。もうちょっとロックやってみようか。いやー、放置でも釣れるんだなぁ。勝手に動くのかなぁ、潮で。流れはね、かなり効いてます、今日。18でも、18グラムでも、結構ボトム取りづらいぐらい。あー、ダメだ。毎回フグにボロボロにされた。いやー、日も沈んだ。ちょっと暗くなる前に帰れなくなっちゃうんで、そろそろ撤収します。さあ一旦始まりの港に戻ってきました。今時間がちょうど午後6時ですね。まあ、これからここで朝まで釣りをする予定なんですが、ちょっとね Google マップ見たら近くにあのご飯食べれるところあるみたいだったんで、ちょっとねやってるかわかんないですけど、とりあえず一回ちょっと見てきてみます。お腹減ったね。ちょっとねご飯屋さん行ってみたんですけど、まあ当然のようにやってませんでした。なので今日はこの冷たいおでんとビールで夕飯にしたいと思います。さあご飯も食べ終わったっていうことで、張り切ってね夜の部やっていこうと思うんですが、とりあえずねここちょっと街灯があって明るい、ここでやってみたいと思います。この奥にもずっと堤防続いてるんですけど、もう完全なる闇なんでちょっと怖いんでね、この明るいところで一回やってみたいと思います。夜の部ですね。鉄鋼沿いが釣りたいんで、とりあえずこのワームでやってみたいと思います。ちょっとねここに来る途中ずっと海面照らして見てきてみたんですけど、魚っ気はゼロでした。結構浅い、結構ね手前の方浅いところはなんかゴロタみたいのが入ってたんですけど、この辺はちょっとボトムが見えないんでどうなってるかわかんないですね。まあでも今ちょっとそこをスルビーても何にも当たんないんで、ちょっと寝魚厳しいかもしれないですね
ちょっとね、全く何の反応もないんで、ちょっと怖いんですけど、奥の漆黒の闇へ向かいたいと思います。いや、きついなぁ。こんな何の反応もないと、これは、これから朝まで何をすればいいんだ。3時間ぐらい配信してたのかな。全然釣れなかったですけどね。いや、もうちょっと釣れると思ったんですけど。来た。よし。なんで配信終わった途端釣れるって。うわいや。さっきまで配信してたんですけど、全然釣れなかったのに。終わって一投目ですね。まあ餌ですけど、まあ餌だったらこうあってほしいですよね。でもはい、バイバイ。それにしても全然釣れないんで、どうしよう。朝にもう一回磯に行くか悩みどころですね。え、何連発？どうした？何だったんだ、さっきの。今度は何だ？メバルかな？メバルだ。まあまあいいサイズじゃん。メバルっすね。まあまあ、いいサイズ。ヒカリグの 7g ですね。使うのが、イモケムシですね。結構ね、ヒバラコ好きで、年に、1回2回ぐらい遊びに行くんですけど、そこでよく使うんですけど、これけどソルトでもいけるんじゃないかなと思ってちょっとやってみます。イモケムシ、もう当たったイモケムシ当たってますね。ほら、おお、乗った。イモケムシやるじゃん。お、強一じゃないこの引きは。ドラグ出るほどではないけど、ういし、いいね。なんだろう。さあ、なんでし。お、あ、ベッコー来たじゃん。あれ、これベッコー、ベッコーだね。さあ、ミッション2つ目、ベッコー剤を釣る。達成ですね。あ、いて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 、刺さった。ワームに変えて一発っすね。イモケムシピンクのやつで、いや、出てくれた。やっぱワームで釣れると楽しいっすね。なんかちょっと寒くなってきたね。よし、一旦明るいところに戻ろう。寒い。さあ、ということで時刻は3時半を過ぎました。島に来てからね、もう半日以上経つんですが、釣果はいまいちです。さっきね、ちょっとパタパタっと連発したんですけど、それ以降もうすっかり当たりが止まっちゃって、もうちょっと疲れもあってまったりしてました。で、ね、ちょっとまったりしてる時に調べてみたんですけど、やっぱ台風がね、結構早い勢いでちょっと上がってきてるみたいなんで、しかするとちょっと船がもう午後の便だと怪しいかもしれないんで、ちょっと朝一ね、これから、まあ、明るくなったらすぐちょっと勝負かけて、まあ、7時台の便で帰ろうかなっていう感じです。本当は24時間やりたかったんですけど、ちょっとさすがに、ね、帰れなくなったらまずいんで、ちょっと大事を取って、ちょっと早い、まだ船が動くうちに帰ろうかなと。なので、ちょっとね、頑張ってね、今は期待できないんで、朝一出せればっていう感じですね。
せーの、おりゃ、おお、べっこう。今ね、釣ったべっこうからこれ出てきましたね、カニ。やっぱ食べてんですね。もう入ってないかな。ここから出てきましたね。すごい背びれピーンでかっこいいですね。すごい色だな。よし、最後ね、もう少し4時過ぎぐらいまでここでちょっと遊んで、あとは、荷物を整理して朝一やってっていう感じですかね。メバちゃん、せーの、おりゃー、おー、いいメバさん。これは結構いいメバさん。今度はメバルですね。なかなか両型のメバルですね。さあ、片付けも終わりまして、空もうっすら明るくなってきましたね。ということで、味島最後の勝負、朝まずめですね。このタックルを使ってジギングと、ワームを使ってのロックフィッシュ狙いということで、それなりのサイズが、まあ、1本でもね出せればなと思います。ということで、最後は外側のみなんでちょっと怖いですけど、頑張っていきましょう。さあ、じゃあ張り切ってやっていきましょう。使うルアーはポルテン 30g のミドキンです。なんか連れてくれい。もうベイトっ気が全然ないからね、どうなんでしょうね。ムツ、マジか。むしろこれがベイトじゃないか。もっとでかいの投げた方がいいのかな。ムツ、あれじゃないんだよな、欲しいのは。ちょ、行って。ああ、やば、ムツ。来たー、いいの来たよ。あ、やばい。あー、マジかー。テトラでブレイクしたー。クソでかかったー。うわー、マジかー。うわー、ショック。でもさすがに前に出るの危ないしね。あー、しょうがない。もうラインザラッザラ。沖に走ってくれればよかったんだけどな。
悔しい。いやでもいたね、青物だね。ドラッグがっちり締めてフルロックで戦おうかな。もうすごいな、このドラッグ出したか。すごい。え、これ大きくないんですか？これは小さいな。ちっちゃい？これな、マダコです。マダコ。ネットでマダコの茹で方とかって見ればすぐ分かるよ。どうやってやれ。うわ、すごいすごい。ありがとうございます。うんうん、食べて。さあ、ということで、安治島24時間耐久フィッシングのつもりで来たんですけど、まあ、ちょっと台風の影響で午後の便が怪しいということなので、まあ、仕方がないので今から7時50分の便で帰りたいと思います。超過自体ね、ちょっといまいちだったんですけど、最後それ1本取れれば来てよかったって思えるサイズかかったんですけど、まあ、ビッグフィッシュとの死闘負けてしまいました。まあでもね、いろいろあって楽しかったんで、また今度ロックフィッシュの、シーズンになったらね、もう一度来てみたいなと思います。最後おじさんにタコももらったんでよかったです。じゃあちょっと時間やばいんで帰ります。チャンネル登録、高評価、コメントをいただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。